イングランドの女王、エリザベッタは、ジョアキーノ・ロッシーニが1815年に、ナポリ・サンカルロ劇場向けに作曲した二幕のオペラセリアである。レスターの故障イル・パジョ・ディ・レスターこの作品は、ロッシーニがナポリ・サンカルロ劇場のために作曲した九つのオペラ作品の最初のものである。1815年、すでに、タンクレーディとアルジェのイタリア城をヒットさせ、来た。 イタリアでの名声を獲得していたロッシーニにナポリ、サンカルロ劇場のインプレサリオであったドメニコ・バルバイアからサンカルロ劇場のためのオペラが依頼された。18世紀以来、イタリアオペラにおいて最も音楽的に重要な都市の一つであるナポリからの依頼は若きロッシーニにとって大いなるチャンスであった。上演に際し、ロッシーニはバルバイアからサンカルロ劇場を代表する スター歌手たちの出演を約束されている。その中には、後に、ロッシーニの妻となるイサベラ・コルブランもいた。彼女は、当時サンカルロ劇場における、プリマドンナ・アッソルータであると同時に、バルバイアの愛人でもあった。この出会いは、非常に実りの多いものとなり、彼女をヒロインにロッシーニは、ナポリのために9つのオペラ作品を生み出すことになる。また、 ノルフォルクを演じたマヌエル・ガルシアは1816年にセビリアの理髪誌でアルマビーバ白尺を奏唱しロッシーニの名歌手として音楽史に名を残すことになる。また、この作品の成功をもってロッシーニはジョバンニ・パイ・ジェッロやニコラ・ツィンガレッリなど18世紀から続くナポリ派に代わる新時代のオペラ作曲家としての地位を得ていくことになる。初演のキャストは 以下の表の通りである。上記の表からもわかるように、エリザベス一世と彼女の長身にして、恋人との噂も根強いレスター博、ロバート・ダドリー、そして、エリザベスのライバルでもあったスコットランド女王、メアリー・スチュアート擁立を図った角で処刑された第四代、ノーホーク博が登場する。当時流行していた、イギリス史やイギリス王室をテーマにしたオペラ作品となっている。 1817年以降では、1818 18年4月30日に、ロンドンのキングスシアターでイギリス初演が行われている。19世紀以降は、劇場で上演されることがなくなり、1953年にミラノで復活上演が行われるまで上演が途絶えることになった。本格的なロクオニや上演が始まるのは、1970年代以降である。 モンセラート・カワリエやレーラ・ジェンチル、レーラ・クベリア、アンナ・カテリーナ・アントナッチがタイトルロールを演じている。1813年に作曲したパルミーラのアウレリアーノの助曲に手を加えたものである。その後、ロッシーニは翌1816年に作曲したセビリアの理髪師の助曲として再びこの曲を使用することとなる。スコットランドとの戦争に勝利した。 レイチェステルを宮廷の人々が称賛している。しかし、ノルフォルクは親友でもあるレイチェステルの成功へネタミを隠しきれない。そこへ女王エリザベッタが現れ、レイチェステルの勝利を喜ぶ。女王は密かにレイチェステルを愛しており、彼との結婚を望んでいる。そこへレイチェステルが戦勝報告に現れる。報告に満足した女王は、 彼に勲章を与え、宮廷の人々を従え退出する。一人になった、レイチェステルは、貴族たちの間に断層した妻、マティルデを認める。マティルデは、夫と女王の恋の噂に、我慢できず、ロンドンに出てきたのだった。しかも、マティルデは、女王の宿敵である、スコットランド女王、マリア・ストゥアルダの血筋である。レイチェステルは、結婚していることも、マティルデの血筋も、 女王に知られるとまずいと妻を悟す。そこで、マティルデに同行していた議定のエンリーコに妻を託し去っていく。マティルデは嘆き悲しむ。レイチェステルは、親友と信じるノルフォルクに、マティルデとスコットランドで結婚したことを告白する。しかし、ノルフォルクは親友を裏切り、この秘密を女王に告げ口する。女王は、レイチェステルの裏切りに怒り、 グリエルモにレイチェステルとスコットランド貴族たちを連れてくるように命じる。左右から現れたレイチェステルとマティルデは戸惑う。女王はマティルデをレイチェステルの妻と見抜くが、それと知りつつ彼に王座を受けるように言う。レイチェステルは驚き、辞退する。すると女王はマティルデの腕をつかみ、悪人の不忠は見破ったと叫び、レイチェステル、マティルデ、エンリー公の逮捕を命じる。 女王はマティルデを召喚する。レイチェステルとの結婚を放棄することと引き換えに、レイチェステル、マティルデ、エンリー子の命を許すが、拒否すれば死刑に処すと脅す。マティルデはそのようなことはできないと一度は拒むが夫と弟を救うために女王の要求をのみ、夫と別れる胸の書類を書く。そこへレイチェステルが現れる。女王は、 マティルデが書いた書類を見せ、彼女はあなたの命の恩人であるという。書類を見た、レイチェステルは彼女を犠牲にして命を助かりたくないと書類を破り捨てる。激怒した女王は二人を英兵に連行させる。そこへグリエルモが現れ、ノルホルクが越権を求めていると伝えるが、女王は友情を裏切る男は宮廷から追放するとし、宮廷を去るよう命じる。 人々が、レイチェステルが囚われていることを嘆き悲しんでいる。そこへ、ノルフ・ォルクが現れ、レイチェステル救出を叫び、民衆を扇動する。囚われのレイチェステルは、妻の幻を見る。そこへ、ノルフ・ォルクが現れ、民衆を味方につけて、女王への反乱を起こすよう煽る。そして、連れてきた兵士にマティルデのいる、隣の牢獄の壁をぶち壊させる。しかしその時、 女王が護衛を連れて、地下牢へやってくる。ノルフォルクは慌てて隠れる。女王は、議会が、レイチェステルに死刑を決定した、女王として、執行命令にサインしたが、エリザベッタ個人としてはあなたを逃がそう。秘密の通路から逃げなさいという。その中で、ノルフォルクが、レイチェステルとマティルデのことを告発したと打ち明けるので、レイチェステルは怒る。彼は、ノルフォルクが今ここに来て、 女王への反逆を自分に進めたことを告げる。女王は、ノルフォルクを逮捕するというや、いなや、ノルフォルクは女王に切りかかる。その様子を見ていた、マティルデとエンリー子が、ノルフォルクに飛びかかって、武器を奪い、レイチェステルは女王をかばう。女王は、ノルフォルクを逮捕させる。ノルフォルクが連行されると、レイチェステル、マティルデ、エンリー子を許す。この時、 レイチェステルの命乞いを求める民衆が流れ込む。女王は、ナンジラの将軍をナンジラに返してやると言い,い、民衆は歓喜する。そして、女王は恋を捨て女王として生きることを自分に言い聞かせ、玉座に戻る。女王を称える恋で幕が降りる。1953年に復活上演がなされたが、レイチェステルとノルフォルクに、テノールの高度な歌唱技術を要するなどの制約から、 上演の機会は少ない。主な録音と映像は以下の表の通り。また、CD 化ならびに DVD 化がされていないものとしては2004年のペザロロッシーニオペラフェスティバルでの上演がある。o p e r a s c o t l a n d w e b s i t e a t o p e r a s c o t l a n d r g リリーブと17ィセンバー2012 オツボーン、リチャード1998、エリザベッタ、レジーナ・ディ・イングルテライン、ザニューグローブ・ディクショナリー・オブ・オペラ、ハット・オペラ5点、アリサベタ、レジーナ・ディ・イングルテラ ht t p、http コロンスラッシュスラッシュ www.h5.deon.ne.jp スラッシュ5点、ロッシー2815から1、htm、アリサベタ、長竹義しオペラ名曲百科上像を版。 イタリア、フランス、スペイン、ブラジル編、P106 から107ハットソース、OPERA DIS-OPERA-DISCOGRAPHY.org。ありがとうございます。